ではまずはビフォーの状態が色とあとカットがどんな状態だったか。色はですね、あのどっちかというとこうピンク寄りの、はい、まあ多分きっと12レベルぐらいの、ピンク系の色味ですね、はいはい、でカットベースは、まあ、基本的にはあのボブベースではありますね、はい、ダメージはどれぐらい。あ、結構まあダメージはあります。はい、はい、ハイダメージですかね。ではそこからまずカラーですね。どういうふうにカラーは、一度、その残留ティントを、除くのに、まあ、少しブリーチを使いながら、一回残留を取ります。でまあ、トーンも13レベルぐらいまではちょっと上がるんですけど、でそこからあのちょっと淡いピンあのオレンジを、かぶせまして、まあ、ちょっとこうシャーベットオレンジみたいな、うん、そういうちょっとこう透明感のある、うん、オレンジっぽさっていうのを出して、まあ、ちょっとこう軽い質感になるように、はい、淡いオレンジは何レベルぐらいのもの。あれ13ぐらいですね、はい、今回そのあのカラーを選んだ理由というのはどういうことですか。あの、まあ、基本的にちょっとやっぱり暖色の方が似合うだろうなっていうのがモデルさんに対して、まあ、そういうイメージもあったの でなおかつそのあんまり強いオレンジっていうかちょっとこう 淡い、うん、そういうふわっとした感じのオレンジ味の方が全体的に彼女のこう雰囲気に、うん、フィットしやすいのかなっていう感じであの色を選びました。